ベッキー・ハモンこと、レベッカ・リン・ハモンは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手で現在は、指導者。サウス・ダコタ州出身。アメリカ女子、プロバスケットボールリーグワンバのサイ・アントニオ・スターズなどで活躍した。アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA のサイ・アントニオ・スパーズのアシスタントコーチ。ベッキー・ハモンは、サウス・ダコタ州に生まれ育った。 わずか3歳でボール遊びを始め、自宅のゴールでネイヤーニを相手にプレーした。背の低かったベッキーは、ネイヤーニにブロックされないように、フェイクを多用して、ディフェンスのバランスを崩すことを身につけていった。ハイスクールで州の最優秀選手に選ばれたベッキーであったが、サウスダコタ州という地方だったゆえに、カレッジからのリクルートは、わずかしか舞い込まなかった。 力を試す必要があると感じたベッキーがインディアナで行われたバスケットキャンプに参加するとサウスダコタから突然現れたシャープシューターに数多くの大学から奨学金のオファーが寄せられたベッキーはその中から自分にチームカラーが一番合っていると感じたコロラド州立大学に進学したコロラド州立大学はそれほど強豪チームではなかったが ベッキーはそれを一変させた。一年生の時に、同大を初の NCWA トーナメントに出場させると、いきなり一回戦を突破。また四年生の時には、スウィート16にチームを導いた。ハモンに贈られた名誉リングのレプリカ、名誉リング授与式典で挨拶する、ハモンオールアメリカンにも選ばれた、ベッキーであったが、1999年のアンバ、ドラフトでは、 ビエル消滅によって選手層が厚かったこともあり、どこからも指名を受けなかった。その代わりにワンバとフリーエージェントとして契約し、ニューヨークリバティに所属することとなった。サウスダコタのハイスクール時代にトーナメントのためにやってきた MSG で記念撮影をしていたベッキーは自分がプロとして MSG でファンの声援を受けることになるとは夢にも思わなかったという。 ワンバで16シーズンにわたってプレーし、通算成績で平均13.1得点をマーク。445試合出場、5809得点、1687アシストといった記録を残し、オールスター選出6回、さらに2011年にはワンバの歴代トップ15に選ばれた。2015年8月2日のワンバ、ニューヨークリバティ対シアトルストーム戦のハーフタイムに、 ハモンに、リバティからチームへの永年にわたる貢献と、ワンバ発展に寄与したことを称えて、名誉リングが贈呈された。ハモンにとって、オリンピック出場は大きな夢だったが、2008年当時31歳だった、ハモンまた若手有望選手の代表入りにより、北京オリンピックの米国ナショナルチームには、選ばれなかった。オリンピックへの思いが強く諦めきれなかったハモンは、 シーズンオフにプレーしていたロシアで市民権を取ってロシア代表としてオリンピック出場を果たした。ネットを含め各種メディアでハモンの選択について賛否両論がなされる中、ハモン率いるロシアチームは銅メダルに輝いた。ロンドンオリンピックでもロシア代表として出場したが惜しくも4位に終わった。2014年8月5日、サンアントニオスパーズが ハモンのアシスタントコーチ就任を発表した。NBA チームにフルタイムでコーチとして雇用された初めての女性となった。グレッグ・ポポビッチ HC は声明で、ベッキー・ハモンがスタッフに加わることを大変心待ちにしている。彼女のバスケットボール IQ、仕事に対する姿勢、対人関係のスキルはチームに大きなプラスになると確信していると語った。 2015年夏の NBA サマーリーグでは、スパーズのヘッドコーチとして、手腕を振るい、見事に、スパーズを、サマーリーグ優勝に導き、カイル・アンダーソンら若手選手の育成に貢献した。NBA で女性が、アシスタントコーチに就任するのは2001から02、シーズンのクリーブランド・キャバリアーズに続いて2度目、またフルタイムのアシスタントコーチはハモンが初めて。ディバティ・リング・オブ・オナー・ファンボート。 wnba.com 2015年8月13日閲覧ありがとうございます。